ニータイムズの時間です。どうも、こんばんは。ユニタイムズの時間です。シーズン2第1回目ですね。はい、第1回目ということで、時勢が整いましたけども。整いましたね。はい。今日は、どちらもこんばんはで。ああ、そういう意味ですね。はい。いうことで、予告が終わってからの、まあ、いわゆるこの、本ちゃん第1回目みたいなもんですよね。そうですね。はい。今回は、その、天皇の問題で。いきなりぶっ飛びましたけど、あ、そうかそうか。前回言うてた予告が日本の政局とか日本の今の状況を見て内容を考えるって言ったことですもんね。はい、そういう意味でもね、ちょっと、ここ数日というか気になる部分っていうのは、まあ、天皇の問題。出てきてますね。はい。はい、まあ、いわゆるこの女系天皇というのか、今のキーワードで言ったら女性三宅でしたっけ？三宅でしたよね、確かに。いうね。はい。それをまあ、認めるのかどうかっていう、そういう論点でしたかね。うん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 。ですね。はい、でね、まあ、ユニタイムズとしてはね、この問題に対して、何に注目してるかっていうことをちょっと最初にお話ししたいと思うんですね。はい。で、何に注目してるかというと、まあ過去の放送でも言ったことあるんですけれども、はい。いわゆるローマ法ね、皇居ですね。ああ、はい。それからエリザベス女王というかイギリスの王家の問題ね。はい。そして日本のこの天皇の問題というのが、どん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 話題に上ってくる時期というのは、まあいよいよこの大きな時代の転換を迎えてるっていう、ということなんですよね。そうですね。それはもう少し前の放送を聞いてもらえばわかりますよね。はい。で、今日本でもね、その、まあ、ちょっと前にすでにこの問題っていうのはね、話に上がってたんですよ。うんうんうん。ちょうど天皇皇后っていうかね、皇后陛下、天皇陛下じゃなくて皇后、男性の子供がいないっていうことで、で、このままではね、後継ぎがいなくなる。まあそういうことで、憲法を改正しようかというような、まあ憲法というのか、これ皇室典範って、なんか言われてるらしいですけどね。皇室に関係する法律みたいなもんですよね。はい。で、その中にいろんな取り決めがあるわけですよね。結婚するときは、どういうふうにしてしないといけないかとか。あ、いや、ちょっと僕、そこは詳しくないですね。あ、そんな、あるんですね。あるんですよ、一応ね。はい。で、なんとか、御前会議じゃなくて、天皇会議だったかな。なんか皇室会議だったとかね。はい。なんかそういうのがあるんですよ。で、その会議の中で、あ、これ、皇族会議かな？あ、皇室会議ですね。っていうのがなんかあって。で、ところがね、今の皇后さんじゃなくて、もう一人、弟ですか？なんて、秋篠宮でしたっけ？秋篠宮。あんまり関心ないとダメなんかもしれないですけど、あんまり、その人に三人目で男の子が生まれたことでね。はい。ちょっと一安心したわけですよ。三ですか？また、それも。それは関係ないんですか？どうでしょうかね。いや、それは関係あるでしょうね。ね、ずっと女系だったっていうね。子供がみんなね。うん。で、まあ、生まれたことによってね。まあじゃあそこまで考えんでもええやろうと、いうような感じでちょっとあれやったんですけれども、やっぱりこれはね、こう、自分のこの産んだね、お兄さんとお兄さんの産んだ子供が次の後をね、継いでいくっていうのか、そうじゃなくて弟の方なんかっていうのは、やっぱり現実問題としてね、すごい重要な問題になってくる。できれば、今の言うたら愛子さんですよね。はい。
を、まあ、つなげていきたいっていう。まあ、やっぱりそんないろんな、思惑とかね、うんうん、結構いろんなしがらみとかがあって、また今、それがちょっとこの、問題視されてきてるんやと思うんですけど。うんうんうん、まあね、ただそれはもう、ある意味、どちらでもいいって言っていいと思うんですけどね。うんうん、制定されようが、制定されまいが、っていうのかね。それでまあ、なぜその天皇の問題、あるいは天皇が話題に上がってくるようになると、まあ時代の大きな転換になるのかっていう。うん、まあここのところをね、今回は少し、まあこの触れていきたいなというふうに思います。ああ、そうでしたね。それは僕もちょっと聞きたいです。はい。うん、まあね、お兄ちゃんはちょっと多分、ああ、そうそう、っていうような感じで、まあ気づくとは思うんですけれども。はい。まあ要するに、歴史の目的っていうところにも関係してくるんですが、はい。ちょっとスピッといきますけれども、スピッと。はい、スピッといきますけれども、はい。まあいわゆるこの歴史っていうのは本来の、形を持っては出発してないっていうことでですね。うん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 、まあもう少し言うと、だから、いわゆる神の本来の目的に沿っては行ってない。うんうん、まあ言うならば、まあ悪魔であるとか、まあサタンっていうね、本当にちょっとスピスピと光ってますけれども、が、影で主権を握りながら、うんうん、まあ、影というか裏で背後で、ね、うんうん、主権を握りながらずっと流れてきた。まあ単純に言ったら、まあ善と悪が主権の争奪戦みたいな感じって、まあ言ってもいいと思うんですけれども、うんうんうん、でその中でね、いわゆるいよいよその善、あるいはその神が、その主権を奪い返すことのできるとき、あるいは本来の形に主権が戻るときになるんですよ、うんうん。時代の大きな転換っていうのはね。ああ、はい。で、そういうときに、いわゆる日本に天皇制というものがいつまでも根強く残っていると、うんうん、その世界っていうのが実現しない。っていうのはもう少し具体的に言うとね、はい、今世界にはおおよそ130数カ国、もう少しあるのかな、うんうんうん、多くの国があるわけですよ。はい、で、その国を最終的、その国というかその世界人類を一つにするのにね、一つにしないといけないのに、うん、日本とか、あるいはそのイギリス、あるいはそのローマっていうのがね、はい、この絶対的な、まあ言うたら神みたいな存在がね、はい、そこに君臨していては、最終的に世界は一つになれないんですよ。ああ、そういうことです。ああ、わかりました。はい。ということは、自動的に、世界が一つになる時代が来てるということは、いつまでも守り続けてきたその天皇制であるとかね、うん、その王族の問題とか、はい、ローマ法っていうね、うん、歴代続いてきた問題とか、うんうんうん、これをクリアしていかないと、あるいはこれがなくならないと、うんうんうん、人類は一つになれないんですよ。あ、だから言うたら、人類が一つになれない原因っていうのも、そういうこの、いわゆる力を握った、その存在がそこにあるということも、問題なんですよね。うん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 。これはちょっとある意味、あんまり言っちゃいけないような、ちょっと爆弾発言っていうかね、こう特に右翼からしたら。そうですね、タブー、タブー中の。出るんだ、みたいなね。タブーだと思いますね。まあなんか、デフォルトの時代というか時なのかなと。もうすべてにおいてそういう意味ではデフォルトですよね。うん、ですね。すべてにおいてデフォルトの時代なのかなっていう。ただね、はい、ここで、ただ単に今はそういう、このデフォルトっていう話とか、まあ、その王族とかね、うん、そういったものがあれば問題だって言ってるけれどもね。うんうんうん、ただ、面白いのは、その王族とか、あるいはその法王にしてもね、常に、この、すべての人生の、というのか、その、生活というか環境の中心にあるのは、来たるべきお方を待ってるっていうことなんですよ。
ああ。はいはい。うん。来たるべきお方っていうのは、例えばローマ法王にしたらね。メシアってことですか、うん、はい。もう待ってるわけですよ。はい。じゃあ、日本の、この、皇室、皇族も、そういう存在持ってるのっていう疑問が、湧いてくると思うんですね。で、これはどうなんかな、ここからさらに話していってもいいのかなって思うんですけど、一旦ちょっとストップしといて、そうですね、ちょっと。ストップばかりしてでもあれですけど、みんなで考えてもらいましょうっていう感じ。まあ、そうですね。ちょっと、この辺は結構デリケートな。部分やと思います。だから、まあヒントじゃないですけど、まあね、なんか偉そうにヒントなんて言ったら怒られそうですけど、この問題考えるときに、だからね、皇族っていうのは、血統的に、いわゆるどこから流れてきてる血統なんか、うんうんうん、さらには日本民族というのはね、うんうん、過去を遡っていけば、その源流っていうのはどこに行き着くのかとか、うんうんうん、そういうところを、まあ正しく研究し、うん、正しく学問して、うんうん、そして見つめていけばね、うんうん、答えに行き着くということですね。結構そのあたりはいろんな偽の情報とか出回ってますよ。そうですよ。だからね。なかなか見抜くのは難しいと思いますね。言うたら、本当に余計にわからなくなるかもしれないです。本当に、ある文献によればね、世界のすべての発祥は日本だった、ああ、なことまでね、言ってるところもあればね。そうですね。で、その文献の存在っていうのを自分が知らなかったら、何でもいい放題ですからね。まあ本当にそうですよね。うん、まあだからそんなことでね、だから今は、だからそういう意味では、こう、ローマ法をね、うんうん、ローマ法とか、まあ、ローマ、あるいはバチカン、ということも、もう、最後はね、必然的に、話題に上がってくるというか、問題視されなければいけない時に入ってきてる、ということですね、うん。すごい時代ですね。うん。だから、この三つね、エリザベス女王というか、イギリスのね、はい、王族の問題とかね、日本の皇族、それからローマ法をね、ということで、何か物足りないとこありますでしょうか？物足りないことはないんですけど、それはですね、どんなニュースやったのかっていうね、もしかしたらそのニュースとかそういう情報自体を知らない人ってやっぱりいると思うんですよ。うんうん、だから、こういうニュース出てましたねとか、こういう風な、情報表に出てきましたねとか、テレビでやってましたねとかっていうのも、一緒に言ってもらえると、すごくわかりやすいんじゃないかなと。それは、ここ最近の話のニュースのことでいいんですかね？そうですね。最近になって、こう出てきたから、そろそろやなと感じた、みたいな。ああ、なるほどですね。はい。これはもう先ほど言った、女性三宅、っていう検索のキーワードで、調べてもらったら、うん、まあ最近ニュースになってるなっていうことが、まあ、分かってくると思うんですね。はい。うん、で、結局これは、だから、天皇制っていうのをどうするかっていうことにも今後つながってくると思うしね。うん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 。うん、そんなことですかね。まあそうですね。はい、やっぱり、なんだろう、そういうことがあったんだって、今起こってるっていうことをですね、知ってる人だけ分かってたらええねんって言うんじゃなくて、なんかみんなで共有した方がいいと思うので。うんうん、そうですね。はい。で、まあ、今若干、ググったんですけども、女性三宅、ニュース検索結果、トップに出てきました。あとは、NHK のね、はい。トップに出てきたんで、まあ、みんな、これ、ググってもらったら、まあ、ググって、まあ、ネットでね、調べてもらったらわかると思うんですけど。はい。っていうことですね。そうですね。はい。で、またね、いずれこの天皇家の問題とか、まあ、イギリスのね、エリザベス女王、うん、女王家の問題とかっていうのは、またこの続きというような形でね、いずれ、皇王、それから国王、
ていう、まあそういったキーワードでね、また話をしていきたいと思います。はい。はい。ということで、次回はね、まあ、おっちゃんの中ではね、はい。最近のNHK 放送。NHK、はい。はい。で、特に最近頻繁に出てるのが、東電が今、いろいろ情報公開し始めてますよね。東電の情報公開ですか？ああ、なるほどね。要するにね、3.11 起こった時に、はい。ずっと収録されてたじゃないですか。東電内部、本社であるとかね。はい。現地の本部であるとか。それが今、公開されていることを NHK だと取り上げて、いかにその東電が情報を隠してたりとか、うんうん、あるいは慌てていたとかね、うんうんうん。そんなことを、いわゆるこの、まあ NHK 言ったら国を代表するようなもんやと思うんですけど、はい。それが、まあ見方を変えればね、東電批判みたいな動きに出てるというかね。うん。まあ本当に批判なんかどうかっていうのは、また改めて考えていきたいと思いますけど、そういう感じでね、最近の NHK の動きについてもうちょっとこう深い話ができたらいいなっていうふうに、思ってます。いいですね。一体政府側なのか、それとも政府を転覆させようと思ってるのか、うん、NHK って一体何なんだっていうの。それは面白いかもわかんないですね。NHK って何かって結構みんな知らんのじゃないですかね。そうですね。どこが管理しとるかとかね。うん。うん。国やと思ってる人が多いかなっていう。うん、まあそんなことで、一応予定としては、まあそういった、NHK とはとかね。はい。NHK の、もうここ最近の真実に迫るとかね。ああ、いいですね。っていうような感じで、ただまあ時勢が変われば、急に明日になってね、大きなビッグニュースがバーって出てきて、うんうんうん、こっちの方がタイムリーだなってなったら変わるかもしれません。了解です。というようなことで。はい。はい。それでは今夜の放送。あるいは今朝の放送になるかな。以上で終わっていきたいと思いますので、皆様からのお電話をお待ちしております。それでは次回の放送をお楽しみに。さよなら。はい、さよなら。